日本語を話す練習、初級レベル、ダイエット。セクション1では、まず聞いてください。セクション2は、皆さんの番です。話してください。それでは、セクション1、聞いてください。田口さんと佐藤さんが昼休みに話しています。今日はお弁当ですか？珍しいですね。実は最近太ってしまって。全然変わらないですよ。気にしなくていいですよ。いえいえ。前より5キロも増えてしまったんです。靴下もきついんです。よくないですよ。そうなんですか？全くわかりませんよ。ですから、今日からお弁当なんですよ。そうだったんですね。お弁当、おいしそうですね。ありがとう。何かスポーツも始めたいんですが、何かおすすめがありますか？今度一緒に私が行っているジムに行ってみますか？週末も空いていて24時間使えますからいいですよ。本当ですか？ありがとう。田口さんも一緒に行ってくれたら嬉しいです。セクション2、皆さんの番です。話してください。佐藤さんのパートを話してください。田口さんと佐藤さんが昼休みに話しています。今日はお弁当ですか？珍しいですね。全然変わらないですよ。気にしなくていいですよ。そうなんですか？全くわかりませんよ。そうだったんですね。お弁当、おいしそうですね。今度一緒に私が行っているジムに行ってみますか？週末も空いていて、24時間使えますから、いいですよ。お疲れ様でした。どうでしたか？日本語の勉強を頑張ってください。応援しています。今日は動画を見てくれてありがとうございました。